に向かいますか。よし、はい、補充し、新しいレシピ出来上がり。新しい道具、新たなレシピを習得しました。どれにしようかな。どれを入れよう。うんうん、なるほど。うんうん、なるほど。まずはあれから。いや、それとも、まずはあれから。いや、それとも、まずはあれから。いや、それとも、それとも、よし、始めよう。ここにしよう、ここにしよう。うん、いい感じ。力を貸そう。ああ、なるほど、なるほどね。すごいのできちゃったもん。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。いいこと起こりそうな予感。ここにしよう。これはここ、これはどうだろう。ありですね。ここにしよう。これはここ。すごいのできちゃうかも。いくわよ、ソフィー。うわー、すごい。ここにしよう。しようかな。すごいのできちゃうかも。力を貸そう。ありですね。ふんふんふん、悪くないかも。いいこと起こりそうな予感。いいこと起こりそうな予感。行くわよ、ソフィー。うわー、すごい。いいこと起こりそうな予感。グルコーン、グルコーン。まずはあれから。いや、それとも、うんうん、うんうん、なるほど。やってみよう。うん、いい感じ。力を貸そう。おお、なるほど。
できちゃうかも。行くわよソフィー。助かります。こんなのはどう？うわーすごい。さてどう料理しようかな。ここにしよう。グルコーングルコーン。
それとも…うんうん、なるほど。よし、始めよう。悪くないかも。ここにしよう。ここにしよう。そうなるんだ。いいこと起こりそうだ、予感。行くわよ、ソフィー。助かります。すごいのできちゃうかも。うん、いい感じ。いいこと起こりそうだ、予感。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。力を合わせましょう、ソフィー。おお、さすがだね。特性はどれにする？こんな感じかな。これでいいかな。パパッと仕上げちゃおう。できた。すごいのできちゃった。レベルアップ。どれにしようかな。よし、強くなっちゃうよ。まだ頑張れるよ。力が溢れてくるよ。うん、強くなったみたい。自分と向き合う時ですね。完全に得得できました。強くなっちゃう。はいはい、よし、やってやるぜ。さすが俺様。さすが俺様。いいんじゃねえか。よし、やってやるぜ。最高だな。さらなる高みへ。皆を守るために。
出発しよう。あれ？あの人たちは。こっちの生活には慣れてきたかい？はい、最初は少し戸惑いましたけど、おかげさまで楽しく暮らせています。困ったことがあったら何でも言ってよ。ここはみんな助け合いで暮らしてるんだからね。それじゃあ早速聞きたいことがあるんですけど、エルビーラ様にはどこで会えるんですか？最初にお会いした時、はっきりとしたお姿が見えなかったんで、ちゃんと会ってお礼をしたいんです。それは難しいな。エルビーラ様は人前に出てきたことがないんだよ。私たちも初めてこの世界に来る時に、ぼんやりとした姿と声を聞いたのが最初で最後だからね。そうなんですか。直接お礼を言えないのは残念です。けどね、エルビーラ様は夢の大樹に住まわれていると言われているんだ。だからもしお礼を言いたいなら、大樹の前へ行ってそこで伝えればきっと聞いてくれているはずだよ。わかりました。私早速お礼をしに行ってきます。みんな本当にエルビーラに感謝してるんだな。町の外の見回りに行くところなんだ。町の近くに魔物がいれば入ってくる恐れがあるのでな。なるほど、用心棒ってそんなことまでしないといけないんですね。いや、これは用心棒としての仕事ではなく、私が個人的にやっているだけのことだ。え？一人でやってるんですか？ああ、仕事でない以上報酬は出せないのでな。だがこの町の人々が平和に暮らしていくためにも、町の外の見回りは怠れないんだ。たとえ弱い魔物であれ、子供や老人が遭遇すれば怪我では済まない可能性もあるからな。ん？何か私はおかしなことを言ったか？ううん、そうじゃなくて、きっと騎士だった頃もこうしてたのかなって。立場は捨てても癖は治らないものだ。ディーボルトさん、騎士に戻ってもいいと思います。だって今でもすごく素敵な騎士みたいですし。もしかして戻りたくないんですか？私にはその資格がない。私は自ら捨ててしまったんだ。騎士の証であるあの盾を売り払った時にな。え？悪いこと聞いちゃったかな。